はい、今回は2024年1月1日の揺れについての真相と裏側について迫ります。 今回もよろししくお願いいたしますその2ということでですね、まあ、ちょっと前にこの件についてまあ触れたんですが、まあ、ちょっとうまくお伝えできなかったところとかもありまして、あとリスナー様からいただいたコメントもあるので、まあ、そちらをまあ再度改めて調べ直しまして、まあ、このようなことなんじゃないかとまあお伝えしていきますで。最初に正直に言いますが、真相っていうのは分からないんですよ。誰にも分からないと思います。ただし、あのまあ、その証拠がないのかっていう人がいるんですが、証拠はないんですが、根拠はあるんですよね。 で別にこの件というのを真面目におかしいと思ったから、まあ、それを調べて、まあリ,リスナー様とか、まあ、僕とかのね、何かのお,、まあ、お役に立てればと思う、まあそういったことを今回も真面目にお伝えしていこうと思うので、えー、よろしくお願いいたします。まずですね あのそ,のその1の時のあのいただいたまあコメントにですね、いいコメントがいくつもありまして、それをまあ見させていただいて、ちょっと僕なりに思うことっていうことでお話ししていこうと思うんですが、まず、このですね2024年の1月1日の揺れに関して、意図的であるか、意図的でないかって,って考えが分かれるんですね。僕は意図的でであるると思ってるんですよで まあ意図的であるって思う方が多いのか、まあ、多いんだと思います。何かおかしいんじゃないかと思う方が多分多くいらっしゃるんじゃないかと。で僕もそう思ってますで。意図的でないと思う方もいらっしゃるんでしょうけど、それは例えば人それぞれなんでね、で僕はあの今回お伝えする内容について、まああね、考えていただければというか、本当のことだったら分かりませんから、別に僕もね、あの正直に言いますが、この話がね、こうこうこう,こう,こうで正しいとか、その正しいとかなんていうのは分からないんですよ。 うん、だからそれをまず考えていきますでますず1つ目なんですが、国民の生活を、ねえーまあ、大変な思いにしてまでして、そういった意図的にするのは何が目的なのかということなんですよね、うん。で、こちらのご質問っていうのも、まああねえー、なんていうのかなあ、革新的なことをついてると思うんですが、正直、この話っていうのも、この質問の答えっていうのもわからないんですよ、僕にはね。で、僕はわからないから、いろいろ調べて考えたんですが。 国民生活が厳しくなると、ですね余裕がどん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 なくなって、その結果、ですね政治に関心を持たなくなる、そう,そうなると、今の政権ですね、自民党政権が優位にことを運べる、そのように思います。あるいはですね自民党の背後の宗主国の支持であるとも取れます。で、まあ、こちらのコメントを頂い,いた方ですね、まあ、どういうお考えなのかというのはちょっとわからないんですけれども。 国民の生活を、ねまあそのまあ、マイナスにしてとていうことなんですが、この話に関して考えるのであれば、今回の揺れがです、ね、意図的であるか、そうでないかとは別にです、ね、例えばインボイス制度とか、そういったものを国民の生活をどんどんマイナスの方にしてるわけじゃないですか。そういうことを今の政府、自民党というのはするわけですよ。まずそういったことを考える必要があると思います。こここの質問にに関しては、まあ、僕は僕ううういうふうに思いい思ますっていうことで。 で次の方ですね次の方っていうのは、あこの質問というのは多分ですね、えー、まあ意図的にやったんだろうなと、まあ、そういうことを思われている、まあ、方で、まあ、そのそこ,この視点というのも鋭いんですが、政府とかマスコミの、まあ、対応が早すぎるなっていう、迅速に対応したなということなんで、だからこれっていうのが大きな疑問の一つになるんですよ、実は知っていたと。 だってもし何にもなかったら、ね、そのいろいろ対応とかするのに時間がかかるんですが、それをこう迅速にねアピールするということを実は知っていたんじゃないかと、政府、マスコミは知っている、い,いわばその総主国ね、ね米のその支持が飛んでいて、そういうことは分かっている、今までもこういったことがあったわけですよ。だこの方の意見というのは、あこの意図的であるというののそのスタンスに立っていると思いまして、まあ、僕もこのご意見にまあ賛成、でまあ、き鋭いところに気づいていらっしゃると思います。 で次なんですが、この方の話っていうのは、多分そうだと思うんですが、これ、すごく難しくて、ちょっとわからないところがあるんですが、意図的なものっていうのは、別に今回の件だけではなくね、例えば301とか、あるいはですね、阪神のね大きなものとか、それも、そのことについて、この方がおっしゃってるコメントは、こういうことなんですね、阪神のまあ大きな時にはですね、明石の橋に、その米の企業が関与していたと、この方は多分相当詳しいでしょうね、こういう話、知ってるって、僕も知ってますけど、 米まる社っていうところなんですよ。のことを多分言ってると思うんですが、でその方はこのあとその続きがありまして、世界のそういった災害っていうのの共通点があると、スマートシティ構想のあるエリア限定で起きているって、まあこういうことをわかる人がいるんですね。一般人でもすごいなと思います。で、僕は最初のところはわかるんですよ。阪神のね、それに関しては、その米まる社っていうね、その、 日本にあるっていう、まあそのまあ、外国の傘下だと思いますけど、えーまあ、その関与が大いに疑わしいとそういうことは考えられる。でこの、えー、スマートシティ構想っていうことなんですがこれっていうのははっきり言って僕にはちょっとわからないんですよ。でもちろんねその全てがわかるかからないことが多いんでちょっと言えないんですが多分この方のおっしゃってることも正しいと思うんですが。 えー、多分ですね、スクラップビルドっていう、まあ、難しい言葉で、一回壊して、そこからまた作り出すっていう、それをしようとしてんじゃないかなだからこの方の意見っていうのは、意図的であると、そしてスクラップビルドをしようとしてるっていうことをコメントでおっしゃっていただいたんじゃないかと思いまして、えー、とても優秀だと思うんですが、あ僕にはちょっと難しくて、えー、気がつかなかったんで、えーまあ、こちらの方のご意見で、えー、き気がつきましたあ。ありがとうございます ねえ一番可能性がが高いのが実はこれなんですよこ,これは多分皆さんも聞いていただいたらまあそうかなと思うし僕も確かにそうかなと思ったってことなんですがなぜ意図的にやったのかって話ですよね。 何でもなかったら意図的にそんなことやるわけじゃないじゃないですか意図的にやったことには理由がある目的があると考えられるんですよそれっていうのが憲法改正じゃないかっていうそのコメントね自民党が一番今希望しているものが憲法改正緊急事態条項ですねあるいはですねその え何かしらその復興税とかっていうその増税の大義名分にも使えるっていうまあことでこの方のご意見も鋭いと思います本当にまあそうだと思いますあとはですねちょっと難しいんですが、えー、まあ、まあ、まあいろんなところ南海トラフとか北海道熊本能都とかいろんなところでそういったものが起こるねまあそれってのもこの方も多分わからないっていうことで僕も思うんですがえー、まあ 自民党の有利に事を運ぶため、あるいは緊急事態条項のため、えー、なんじゃないかということです。で、いずれもですね、えー、まあ、み皆さん、真剣に僕も考えて、えー、るんですが、えー、まあ、その中でですね、まあ、なんだかちょっとよくわからないことをまあ、言ってる人もおりまして、まあ、別にそういった考えもあるんだろうなとかって思うんで、まあ、そちらも考えていこうと思うんですが、例えばその意図的にやるって、どうやってやるのかってね、いい加減にしろとかって言うんですが、まずどうやってやるのか、あ知りません、僕がやってるわけではないから。うん 証拠があるのかないのかそんなことも僕には分かりません。いい加減にしてほしいって別にいい加減にするもの何も真面目に話してます真面目に調べてます。で例えばでこの方たちがおっしゃってることについて、えーまあ、真剣に考えていきます。うん。証拠はないんですよ。でも根拠があるんですよ。 いい加減にしてほしいっていうのはちょっと意味がわからないんでね、うん、全く訳わけからないですけど、そして最後に別にいい加減にせずにね、真面目に答えますけど、うん、でそういったことについて、えー、真面目にね、えー、思ってるんですかっていうことを僕は,僕は疑問に思うんですよ。で、こちらも、あの、リスナー様からいただいたね、えー、まあ,あの、ご意見、あるいはですね、SNS を調べたらこういうことがあったんですよ、えー。これでですね、根拠隠しをしたと考えます。証拠はないですが、根拠隠しをしたと考えます。 何かっていうことですが、こういったことがあるんですね。前日に変電所で、えー、大きな爆発があったっていうニュースがあるんですが、そのニュースが全て消えてるんですね。これも別に嘘じゃないですよ。あのここれを調べたんですよこ。このことがおかしいと思ったからね。3回大きな爆発音が変電所でえー、まあ、した。と、何かのトラブルがあったのかと。石川の,の石川の能登で160世代が停電になったとうん。これなんかあるんじゃないんですか？ それ以上は分からないですよ。別に嘘をつくわけでもないし、わからないから。ただ、このニュースをすべて消しているっていうのも、それも本当の話なんですよね。じゃあ、どういうことかというと、12月31日の午後2時10分ごろ、石川県能登にある、まあ、北陸電力の変電所で3回、爆発のような大きな音がしたと、こういったものがあるんですよ。しかし、そのニュースはすべて消えてるんですね、うん、なんででしょうね。 何か不都合なことがあるんじゃないでしょうか、僕が軽くお伝えしました、この原発とかその電力の何か利権があるんじゃないでしょうか。だから、ここから考えるんですよ、この3回の爆発音がしたっていうことをニュースをすべて消したと、でその石川のノートで160世帯の停電のニュースが消されているって、これ何かあるんじゃないか、だって別に何もなかったら消す必要ないじゃないですか。 なかここから意図的にやったっていうことがバレるとかねそういったことからこのニュースを消したんじゃないかと僕はあの調べていて真剣にそういうふうに思いましたで、えー、ど,どうやってやるんですかああ知りませんやってるわけじゃないから分かりません いい加減にしてほしい、別にいい加減にするも何もえ、じゃあこのことを考えていきましょう。多分気になる方がいらっしゃるんで、ねあとは真面目にですね、えー、書いていただいた方もお他にも何人もいらっしゃって、そちらもですねあの読んだんですが、まあ、こういう情報があるんで、これってうのはどうかなっていうのを、まあ、み皆さんで、まあ、僕もそうですけど、考えて、えー、いこうと思います。これどう、どうでしょうかって。まあ、いわゆるですね定義があこの世界各地でね、えー 腎臓まるって言われてるんですよ腎臓っていうのは人に作るっていうなこれがいわゆる人工自丸と同じようなあなんかちょっと違うみたいなんだけど腎臓自丸っていうね、まあ、そういったことがあるんですよ。でこの地震の研究では10年間で100か所以上このね ある人がだから作った意図的ですよねしかし日本ではこのことについてほとんど触れていないんですよ。で例えばですねそういったものは科学的にありえないどうのこうのとかって言って全く触れないんですよね。なぜ触れないのかっていうのはそれはわからないわざと触れないんだと思いますがその理由っていうのはわからない。 この腎臓自丸っていうのは何かっていうとダムとか鉱山とか、まあ、その石油をあの、ね、採掘したりとかその原油とかガスとかそういったものとか地下に何かをしてまあ、ねそういうことを人為的にするために、まあ、引き起こすものである。でこれね 嘘じゃなででもないですよ。この「マル自身」とか「そのジンマルとかっていうのはこれは過去に何度もニュースに出たことがあるんですよだからこれを例えばないって言ってる時点でも話がおかしいんですよだってあるって言ってるわけだからうんあるわけですよでこの今お伝えしたようにあ,あるっていうのを世界的にもあるって言ってるわけでしょうんただ難しいんですが こ、えー、この腎臓とと人工は別でであるっていうことなんですねだからここら辺になってくると正直専門的な話が出てくるからあちょっと僕にはわからないところもあります。だから逆にこういうの詳しい方がいたらですね、えー、教えていただけると非常にありがたいんですけれどもっていうまあそういったことなんですね。で 過去150年間の歴史を調べるとですね、えー、128カ国ぐらいで、えーまあ、起きたあとかって言われてるんですね、その意図的な,なのかなあ、分かりませんけどで、例えばですね、アメリカのある州では、あ全くそうやって揺れがないところで、えー、急にですね、そういう何かしら、えー、その意図的にやるものをやったと。でそういったことで、えー 年間数百回も揺れる原因となったということの検証がなされてるんですよ。だからそれあるわけじゃないですか。うん、っていうことでしょ実際こういうことが分かってるわけだから。あとは、あまさににわかに信じがないとかと思われるかもしれませんが、地下に深く何かしていってね、その実験からあーまあしてると。北とか、えー、パキ・マルタンとかがね、そういったことをしてると。だから世界各国、こういうことをしてるわけですよ。うん いいうことが分かっててるんでですすね別にふざけてないですよ真面目に何かなと思って調べたらこういうことがわかりましたということでこれをまあみんなで、ね、考えていこうと思うわけですよ。ね、あのこれはリスナー様が何人かあのおっしゃってる方がいてですねやっぱり詳しい方っていうのがい,いらっしゃるわけですね。この「人丸」については国会で過去に話題になったことがあるとそういった内容もあるっていうことなんで、まあ、そ,うそうじゃないですかだって国会で過去に話題になったことがあるわけでしょ。しかしか あの世界的にはその腎臓とかね人工とかそういったものがあるんですけど日本はそういうことがないっていうことを言ってるんですよでここからがまた難しい話になるんですが日本っていうのは確かに揺れることが多い国ですから自然に揺れたものあるいはですねそのね腎臓であるか人工であるかっていうのを区別がなかなかつきづらいんですよね。ううんっていうまた あの何ていうのかなことがあるんですがでもそのことについてもこのニュースであるんですかニュースっていうかこの情報であるんですがあのダムを建設した時にそれをしたっていうだから意図的にやったっていうことですね1980 1984 0 1 9 8年の牧雄ダムを完成した時っていうのにはこれをやった可能性があるとであるいはですね、えー、まあ九頭流ダムの福井県とかそういったものもこのねえー 腎臓のややつをっった可能性が否定できないてて言われてるんですよだから、これっていうのも言い方がね、えーまあ、やっぱりそう確定して言えないんで、その否定できない。だから僕もあの言いましたけど、可能性があるとかね、否定できないっていうふうにしか言えないんですよ。それをだ例えば証拠を見せるって分かるわけないじゃないですか。だって別に僕がやってるわけじゃないんだから、うん。だからそういった話なんですよ。だからそういった可能性があるんじゃないかっていうのを真剣に考えてるわけですよね。で、その腎臓のことに関してはね。 そのヨーロッパではそういったものを研究が進んでるんですが日本というのは全然してないんですよ。これっていうのは理由が分かりませんが宗主国米の反対があるのかもしれないと思います。でそのまあ、揺れに関して研究が高い日本でそのね高い研究水準を持ってるにもかかわらず全くそういうことをしていないと。で何かっていうと。 自然に揺れたのか意図的に揺れたのかっていう区別がつかないようにわざとしてるんじゃないかっていうその腎臓ね腎臓、うん、って人が作ってやったものも自然のやったものもわからないっていうことなんですよ。でここにですねすごくあの難しいように見えて実は簡単、うん、簡単なようですごく難しいことがあるんでそれを考えていきます。政府も電力会社もこの件っていうのは全く触れないんですね。 で電力会社がダムを設置しているところの情報というのは非公開になってるんですよ。だから、多分ここに利権があるんでしょうね。そういうふうに考えます。で真面目に考えてるんですよ。分からないから、どうしたら分かれないかなと思って真剣に考えた結果、こういうふうに思いましたということで。でこの 世界的にはその揺れたものの会議とかがある時はその、えーまあ、誘発したものであるかとかそういったことを言うんですけれども、えー、例えば日本ではあそういうことを言わせないと、うんまあえー、役所とか政府とかがあそういうことを言わせないつまりそういうとこを隠してるってことです。だかからあ何を言ってるのかっていうとう 自然に起こったものか、あ意図的に起こしたものかっていうのが分からないですよっていうことなんですよ。で、まずそもそも意図的に起こるわけはないじゃないかとか、ふざけてるって言うんですが、全然ふざけてないでしょ。真面目に話してるんですよ。真面目に何かの役に立てないからね。で、しかも、こ,この意図的にやったって思ってる人がかなりいるんですよ。で、僕もそう思ってるんですよ。で、それ以上っていうのは正直ね、説明ができないんですよ。分からないから。うん。で、今回の あの揺れの目的というのは何かっていうことなんですが、おそらくですよ、あのリスナー様の頂い,いたコメントも考慮をして、いろいろ考えた結果、おそらくこの大きな揺れがあるということで、これは大変なことだと騒ぐ、緊急事態だと騒ぐ、そして緊急事態条項、憲法改正に向かわせる、それが目的なんじゃないかと思います。 そのためにこういうことをやったんだと思います。で僕はあの真剣に調べてこのようなことをお伝えしているので、えー、この話がリスナー様のです、ね、お役に立てればあな何よりということで、今回こちらの件お話しさせていただきました。えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。